皆さんこんにちは、モレノです。本日はハビエル・サネッティをレビューしていきます。作成コストが38万コインになります。8つのスカットですね、失礼いたしました。こっちですね、8つのスカットクリアして39万コインになります。でもちろんレンタルアイコンを使用できますので、まあ作るには必ず試してから作るの方がいいかなと思ってます。で、既存のサネッティからだいぶ能力上がってますね。かなり能力が上がっているんですよ。レーティング的には2位下がっている状態ではあるのですが、能力自体は上がっているので、そこは気にしなくていいかなと思います。特にペースが5上がったり、ドリブルが4上がってるんですけど、まあ残念ながら守備スタッツっていうのは少し落ちている部分はありますが、まあここはね、なんでしょう、ちょっと違いを見せてきたなっていうのが一つあります。で、残念なところとしてはセンターミッドがこの、右サイドバックがベースアイコンの場合できるんですけど、こっちはできないカードになってます。で、役割も若干、その分右サイドバックのプラスがついたり、あとはプレイスタイルも変わってます。で、特に今回のサネッティに関しましては迅速プラスを持っています。ただ逆に、守備の部分で予測がなかったり、若干守備的に安定感あるのは確実にベースのサネティなのかなと思っています。で、ただ非常にね、カード自体はすごくかっこいいですね。個人的にはね、今作ナンバーワンじゃないかな。このカードデザイン、本当にかっこいいですね。EA のデザインチームは、本当に素晴らしい仕事をしているかなと思います。身長178センチ、かなり爆発的なタイプで、スキル3、逆足4の選手になります。右左両方置けるので便利ですが、個人的にはね、やはり左サイドバックは左利きを置きたいタイプの人なので、右で使っていければなと思ってます。で、ペースも5は上がったことによって、シャドウをつけてペース96まで行きつつ、で、かつ迅速プラスを持っているので、遅いと感じることはないのかなと思ってます。で、パスもいい数値持ってますし、ドリブルもかなり上がっています。で、守備スタッツもね、若干物足りないかなとは思いつつも、83あるので、しっかり守ってくれるんじゃないかなと思います。で、スタミナは持ってます。で、なんといっても今回迅速プラスがついていますので、ここのスピード感っていうのを見ていければなと思っています。で、今回こういうチームで使っていきます。基本的には考えてる人はやっぱりメッシ、このメッシのカードは本当に異次元なカードだと僕は思っているので、もう今作しばらくは売らないかなと思うぐらい異次元なカードなので、メッシと合わせるのに、サネッティもしくはあとベロン、ベロンもちょっとね、この後軽くレビュー取りたいかなとは思っているので、見ていければなと思ってます。で、サネティ良さとしては、サイドバックプラスを持っているっていうのが一つ良さなのかなと思っています。やはり、フォーバックにした時に何に設定しますかっていう風になったら、僕はサイドバックプラスかなと思ってますので、で、かつ、ウィングバックプラスプラス、あと今、5-2-1-2を使っているので、僕は今、攻撃的ウィングバックで今回試していければなと思います。ただ、サイドバックのね、動きは、個人的には、プラスがあればあるほど良くなるなっていう傾向はあるものの、そこまで気にしなくてもいいかなと思うので、いろいろ見ていければなと思います。では、サネッティ見ていきます。この右サイドバックの選手が彼ですね。ドリブルに関しては、こんなもんだろうっていう感じでしたね。決して良くはないです。ディフェンダーとして、サイドバックとして、本当にドリブルがいい選手、フリンポンであったり、あと、今、オランダ人使ってバンエウジクとか、彼らと比べてやっぱドリブルの精度っていうのは確実に落ちるなと思いました。ただ、センターバック組んでみたいなタイプと比べると全然ドリブルはできるので、そんなにドリブルできないっていう感じはなかったです。で、まず守備のところから話していきます。守備に関しては、決して悪くはなかったんですけど、そんなにすごい良かったかって言われると別に良くもなかったかなっていうところでした。スピード感あるので、スピード的に追いつかないっていうシーンはなかなかなかったんですが、その強さであったり、体ぶつけた時にボール感覚的に取れるなっていう選手っていると思うんですけど、そういった何か特別な何かを持っているっていう感じは全くしなかったですね。で、ここに関してはやはりこの選手もともと予測
白予測がついていたのに、まあ、今回ないっていうところが少し残念なポイントになったのかなと思いました。で、まず、で、もう一つスピード感ですね。やはり今回迅速プラスがついたことによって、やっぱその迅速のノックオンした時のスプリントスピードっていうのは速いなと思いました。ただ、やはり、まあ、この選手、シャドウをつけてもペースが95.6しかいかないので、そこまで何か抜き出てるほど足が速いかっていう話をすると、別にそこまででもなかったのかなっていう、この選手、なんかめちゃくちゃ速い選手とかたまにいると思うんですけど、まあ、アダマ・トラオレとか、ああいった感じのスピード感っていうのは残念ながらなかったですね。で、まあ、サイドバックとして今回使っていて、まあ、ちょっとここら辺、ベロンのシーンも入ってますが、ここの右サイドバックにいるのがサネッティで、本当に平均点って感じですね。むしろ平均点より少し下かなっていうところではありましたね。正直なところ、自分の期待値は確実に下回ったかなっていうのが一つあります。で、このシーン、逆サイドですね。ここから受けて、もちろんね、縦突破できるんですけど、やっぱ手をとか相手になるとなかなかね、まあ、手を相手に縦突破できる選手って本当限られてると思うんで、そこを審査基準としておくのはちょっとどうかなとは思うんですけど、やっぱ迅速プラスを持っていったとしてもそこまでスピード感がすっごいあるっていう感じでは残念ながらないのかなっていうところではありました。で、ここもまあ、そこからメッシで、まあ、縦入っていって、まあ、ここは守備のシーンですね。まあ、守備をこういう風にねしていて、最低限の安定感はあったっていう感じです。では最後サネッティまとめていきます。正直残念でしたね。作成コスト38万コインで、まあ、能力自体悪くはないんですけど、本当に期待値を下回りましたね。能力が全体的にも足りないですし、なんかね、このカードであれば、まあ、それこそもうすっごいこれマジかって思うかもしれないんですけど、ウォーカーの方が多分強いです。このウォーカーの方がフィジカル的にも強いですし、まあ、スピード感もありますし強かったり、あと、まあ、最後の方サネティ5試合しか使えないんで違う選手使ってたんですけど、このバンアヨジク、このEFL のこのカードとかめちゃくちゃ強いんですよ。やっぱドリブルできてスピードあるので、まあ、そういった選手と比べてもこのサネティって1段階落ちるなっていう感覚はあったので、じゃあ本当にザンブロッタと比較していきます。まだこのザンブロッタ使ってないですけど、この人ほどの守備の安定感っていうのは残念ながらないのかなって思います。やっぱりスタンディングタックル98ある選手なのでザンブロッタって、でサネッティの場合92しかいかないので決して弱いわけではないですけど、本当にもう代わりはいくらでもいるなと思いました。ちょっとね、本当に残念ですね。やはりメッシのケミっていうところで面白さがあったので、でやっぱりその、まあ、センターミッドのポジションがなかったないっていうのもありますし、まあ、どうしてもこの、まあ、レーティングを下げてきたことによってディフェンススタッツも下がっているっていうのもありますので、うん、まあ白予測含めて、うん、かなり僕の中では結構もったいないなと思います。あと加速タイプかな、やっぱ爆発的になっちゃうので、まあこういう風にアンカーつけるっていうのもありだとは思うんですけど、そうなってくるとまたペースが落ちてくるので、ちょっとね、うん、残念でしたね。で、まあそれを踏まえた上で、じゃあアルゼンチンのアイコン1人欲しいんです。まあ2人ともほぼ同じ値段で登場していて、どっちを作りますかっていう話で、僕ベロンのねレビューは上げてないんですけど、僕はベロンの方がおすすめですね。このカード意外とやれるなって思ったのが、やはりプレイスタイルが強いんですよ。鋭いパスプラスっていうのは本当に今作トップメタトレートだと思っているので、センターミートで何が欲しいかって言ったらこれか、もしくは的確プラス、どっちかだと思うんですよ。で、それを持ってる選手って少ないですし、ベロンって187センチあるので186ですね、大きいし、まあ、ディフェンスだって79しかないように見えて、ヘディングアキュラシーが少し低くて、まあ、スタンディングタックル、インターセプトっていう欲しいスタッツを持っている選手なので、意外と全然やれるなと思いました。期待値以上でしたね。で、存在感も試合中ありますので、で、パスはもちろんのこと、守備もしっかりできて、フィジカルもあって、
あのこのカードとこのカードじゃあどっち作りますかって言ったらセンターミッドとしてちょっとベロン CDM ないのが残念ですが僕はベロン派でしたね。ただまあ2人ともすっごい無理して作るべきカードかって言われると、うん、どうかなっていう感じはするので、ただまあベロンのこの37万っていうプライス値段は悪くはないと思うので、まあそれこそ今回シャドウつけていきましたが、あのまあガーディアンとかつけてディフェンスとドリブルを補填してあげると、まあドリブル素でも全然悪くないなとか、まああとテクニカル持ってんのかなと思いきやテクニカル全然持っていなかったので、うん、どっちか作るなら僕は断然ベロン派かなと思いましたという感じで、まあちょっとねメッシのケミ要因として期待値が高かった分残念なところはありましたね。あとクレスポがいくらなんだ今。クレスポさっきいたな。294,000か。まあちょっとこのカードどれぐらいやれるかわかんないんですけど、まあそのアイコン SBC というところで、まあどっちか作るなら僕的にはベロンかなと思いました。という感じで終えていきます。もし質問コメントあればいつでもお待ちしてます。今日も見ていただきありがとうございます。ではまた。